原神公式ラジオテイワット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声を担当しております私前野智明がどこまでも自由で広大なテイワットからお届けするラジオ番組でございます。公式ラジオも51回目になりまして、ついにバージョン 3.2 実装してからラジオでいろいろお話しすることができる回になりました。ってことでね、皆さんね、送信であるナヒーダーの祈願お迎えされた方も多いと思いますが、僕もねナヒーダーお迎えしましたけど、いや思った以上、思った5倍ぐらいすごい強いキャラクターでしたね。草元素の元素反応がめちゃくちゃ楽しくて、いろんな組み合わせですごく可能性を感じる編成がねたくさんできると思うんですけども、追加された魔人任務も非常にね内容が良かったというか感動的な話でしたね。かなりやっぱ魔人任務についてはすごく感動しましたってご意見多いと思うんですけれども、僕自身もね体験させていただいてみて、なんだろう、すごく切なくも、これで良かったのかもしれないなって思うような、ね、内容でね、まだっていう方はねぜひ魔人任務やってみていただきたいんですけれども、今回はですね皆さんお待ちかねのあの方がやっとねゲストで来てくださっているということで、いろいろと根掘り葉掘りね聞いていきたいと思うんですけれども、もう僕の目の前で普通にゲームやってますからね。ちょっとまだ喋らないでもらっていいですか。ちょっとね今日はその方がねいらっしゃってるんで、いろいろと皆さんのメールを読ませていただいたり、僕の質問とかも投げかけてみたり、いろんなお話聞いていきたいと思いますんでね、早速始めていきましょう。原神公式ラジオティーバット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイワット放送局、改めまして原神で勝利の声担当しています前野智明です。では早速ですがゲストさんに登場していただきましょう。今回のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、タルタリア役の木村良平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで良平くんがついに来てくださいました。タルタリアといえばですね、魔人任務第1章から登場してまして、私演じる勝利と絡むシーンもたくさんありましたね。そうですね、覚えてますか。ようやくよ。ようやくですか。ようやくよ、だってもう51回でしょ。そうですよ、私初期キャラよ。いやそうだからね、結構ずっとオファーかけてたんですよ。あ、すいません、陽平さんに来ていただきたいですっていう。いやでもねやっぱね、やるようになってからのが来やすいからね。まあ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 ね、陽平くんもねご自身でプレイされてるっていうお話ね、伺ってますし、ちょこちょこですけどやってますね。そうなんですよ、まあ、いろんな話聞いていきたいんですけれども、まずはタルタリアの紹介を簡単にさせていただきますよ。お願いします。はい、官標の国から訪れし、捉えどころのない客人、彼の考えを探る必要も真意を知る必要もない、覚えておくべきことはただ一つだけ、あどけなさの残る見た目とは裏腹に、そのうちには鍛え抜かれた戦士の肉体が隠されているということだ。うん、というね、ちょっとお腹のあたり出ちゃってますけどね、へそ散らしてますけど ね、まあ、ボス級の、まあ、終ボスと言われる敵と登場しながらプレイアブルキャラクターとしても登場するというね、珍しいキャラクターではあるんですけれども、良平くんいかがでしたか、タルタリアを演じられてみて。最初の収録はもうだいぶ3年ぐらい前ですかね、3、4年前だと思いますけど、それこそだと原神がリリースする前ですからね、新しいゲームが始まるんですって言って、こういうキャラなんですっていうお話をした時だったんで、はい、まあ、まさかこんなに愛されるキャラクターに育って、でもねその話なんか最初の収録の時に、まあ、設定の話をしてる時から、あ、このキャラみんな好きかもねとは言ってた。出た思ったでしょ、このキャラ絶対人気出るぞとか。いやいや思ったっしょ。そこまで打算的なこと考えて収録しないで、でもかっこいいとは思ったでしょ、ビジュアルも見て思ったし、そのなんていうの、敵でありちょっと味方みたいなキャラ俺好きだから、わかる、なんか分かる分かる、嬉しかったな。なんかちょっとミステリアスみたいなね、ところもあってさ、どこまでね、そうそうそう、なのか好きだけど、
でも結構ね最初はね苦戦したのを覚えてて。え、何に苦戦したの？キャラ作り。あ、どう見せるかみたいな。結局さ、その一番最初の収録の時も、うん、そのなんていうの、例えばじゃあいわゆる1000ワードとかあるゲームみたいにさ、うんうん、キャラをすごいセリフ量で作れるわけじゃないし、そうだね、ちょっとした会話の中でどう見せるかみたいなところだから、うんうん、そこでね結構ね、あちらにいらっしゃるね原神大子さんスタッフ、最初から俺はあの人と一緒に作ってますから、音体と一緒に、音体と一緒に、あの人と一緒に、だから結構最初にほら関わり方としてはさ、はい、でもクライアントさんとディレクターチームが向こうにいて、はい、役者はこっちで芝居するっていうあれだったんだけど、結構かかってて最初のその演じて戻っ返事が来るまで、だから返事なかなか来ないなと思ったから、これ絶対キャラで苦戦してんなと思って、俺もだからもう向こうまで行ってさ、何苦戦してんのっつって、自ら、そうディレクターと3人で喋ったよね、乗り込んだわけだ向こうに、ミキサー室に、もうだ役者本人が話した方が早いと思って、まあそうだけどさ、3人でずっと喋って、これだから芸歴長い人はね、芸歴長い人はこれだからちょっと攻めの姿勢に出るから、いやでも結果良かったよね、まあ良かったと思いますよ、話してみてちゃんとね、あのディスカッションしてこうだっていう風なのね、うん、そうで、クライアントさん側的にはこう見せたいっていうのを言ってもらえたらさ、うんうんうん、俺らの方でも汲み取って、あ、だったらこういう風だったらこういう風に見えるんじゃないみたいなのをすごいやって、でその後はね1回2回ちょっとテストやったらもう、あ、これでいこうみたいな、もうそこで掴んだんだ、じゃあその直接のやり取り、そうだ、そういう意味ではすごい覚えてるのかな、なんか大事に作った感じ、すげえ、確かに。でも良平くんがそこまで言うってことはやっぱ相当印象的になることだよね。そう嬉しかった、だからそれはでもかね、続けられててね、それはなんか僕もタルタリアすごい好きなんで、なんかそういう風に言っていただけるとなんかね、やっぱ好きな身としては嬉しいですよね。やっぱりね、そのプレイもねみんながしてくれないとなかなかいくらね続きを考えてても作れるもんじゃないですから、うん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 、ここまでまたタルタリアね、まあ、復刻しますけれどね、もう次の、ね、後半のバージョンで復刻ですけれどね、嬉しい、ね、だからタルタリア好きっていうご意見はすごい僕の方にもねすごいたくさんいただくんですよ。いやそれ言ったら勝利すごいですよ。いやいやそんなことないですよ、そんなことないですよ、かっこよくて、りょうやくん俺さ最近お金なくてさ俺が払うよ、なんなの、やった生で聞けたぞすげえ言わせる、打ち合わせの時からやたら言わせようとしてくる聞いてみたかった、まあ、そんなタルタリア、はい、まあ、伝説任務のエピソードが大好きっていう方もかなり多いと思うんですよ。僕もあの伝説任務すごい印象に残ってて、はい、あれ見たらねみんなやっぱタルタリア好きになっちゃうよ。あんなさ、あの好戦的なね、パディの執行官ファトゥスという立場でありながら、はいはいはい、家族思いね、いやあの台本をいただいた時は確か現場で俺もねこれはずるくないって話をしたよ。だってあんなのさみんな、うん、おかっこいいってなるに決まっとるやんけ。そうなんですよ、ずる、それはあれはずるいぜ。でもね、うん、そういう男なんですよタルタリア、まあ、申し訳ない、そうな、はい、そういう男だよな、家族思いでね、うん、どうなるかわからないっていうね。そんな、そうファトゥスなんですけれども、はい、7月頃に公開されましたね、あのファディの執行官が全員登場する東野の喜劇ですかね、あの PV で、だあれでさ、うん、そうだったタルタリアっていうファトゥスだったんだっていう、そう、ね、そうファディだったんだって思い直す方がかなり多かったと思いますよ、うん、実家のような安心感ありましたけどね、タルタリアの存在っていうのは、あ、知ってる人がねいないからね、うんうん、確かに確かにそれはあるかも実家のような安心感ありましたけどねで原神実際にプレイされてみてどういう感想を持たれましたか、実際に。一番最初俺あの動画の自分のチャンネルの動画でやったんですけど、うんうんうん、あんまりにもそのなんか旅してる感がすごくて、そうだよね、あのさこれ海のとこから始まってさ、はい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 、なんか森の中抜けてって、まあ、ちょっとチュートリアル的なことやったら、ね、ブワーって視界が開けてさ、モンドが見えたんだよ、はい、うん、あれはちょっと感動しましたね、やっぱね。そうだよね、うん、オープンワールドってこんなにねいろいろできるんだっていうのを改めて、うんうん、ね、感じさせていただける作品でしたけどね。実際にタルタリア使われて遊ばれてるんですよね。タルタリア使ってますよ、必ず、ね、もう この基準、水キャラは一人いる前提でパーティーは組んでるし、ほうほうほう、え、貫突してんのタルタリア。タルタリアはしてる、タルタリアだけしてるかな、いいな、もういいな、タルタリア強いよね。ちなみにタルタリア以外に好きなキャラってどういうキャラクターなんですか。タルタリア以外に好きなキャラ、うん、いやでもね基本あとね今はね、どうせ可愛い子ちゃんなんだ、完全にカンウですね
完全に。いやいやいや、弓だよ、弓でかぶっとるやんけ。もうね、銃撃が好きってこと。あ、分かる分かる、強いから、ね、全員弓とかやってたことあるぐらい弓好きで。強い強い強い、確かに。まあタルタリア弓っていうかもうほぼ近接モードだしね。そうなの、だから最初の頃配信するじゃん、うんうん、そうするとタルタリアを弓が好きだから弓使いたいから、うん、タルタリアで一生弓やってたらもうコメントでタルタリアは双剣のが強いです、双剣にしてください双剣にしてくださいって言われてうるさいやん俺は弓が使いたいんだって。まあまあまあ、そういう遊び方もね、言うぐらい好きだったから、うん、あのほらカンウだったら堂々と銃撃使えるじゃん。まあ撃てるよね、それがなんか、まあ、銃撃メインだからねカンウはね。そう、うん、確かにそれが嬉しくて。でこのね、うん、タルタリアでもそうなんだけどよくマウスとキーボードでできるキーマーファなんでよくできんな。この見て、この軌跡が好きなのか、あのこのあれね、山なりになって飛んでいくのやつ、ね、めっちゃ綺麗じゃないこれ。わかる、描写されてんのもすごくない？あんな遠くまで、ね、だからあのワープポイントとかに花打ってそこのワープポイントに飛んだりするとそのまま矢がワープポイントに落ちてきたりするからね。嘘でしょ。ほんと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 、またそうやって。前のほんまやってほんまやって、そんな嘘ついてどうすんねん。ほんとほんとだって。えこれで、で、すぐさまあそこのワープポイントに行ったりするとほんとにあれだで、さっき打った矢がピューンって出てきたりするで。ちょっと近すぎたかな。わからないですけど、まあ、今度ちょっとやってみてください。やってみる。本当にそれ、あ、そういうの、本当にそういうのありますから。そうだから、そういう作り込みもすごいんですけどね。あ、勝利の祈願はこの間なんかあれアドバイスちょっとしましたけど、アドバイスっていうか引いた方がいいんじゃないみたいな話しましたけど、はい、引いていただいたんですか。もう見て。ん、あ、勝利いるじゃないか。どうだ。何突したの勝利は。勝利1とかかな。いや、俺2突した方がいい。あ、じゃあ2かも。お、あ、一突してる、すげえ、ありがてえな。勝利先輩にちゃんと伺いまして、ありがとうございます。だから俺はもう相談できる相手で限られてるから、もう前野くんその筆頭なんで分かんないことあると大体前野くん。 ありがとうございます。え、タルタリアって今生物どうしてんの。生物、うん、生物も前野先生に相談しまして、うん、坂飛び4セット、あと人輪4セット、ね、人輪がいいよって言われて。人輪は確かに安定のいいですよね。で、だけど、うん、あれが最初難しくて、あそこが、あそこが、それだ、強風と一緒に取れるフィンドニール、フィンドニールの頂上。そう、開けてなくてさ、ここそこね、難かね、ちょっと手間かかるよね。そう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 、うんうんうん、この時そうそう、だからそこれは大変だったんだよな。でしかもさ、うんうんうん、賃金最初それで頑張って集めたんだけど、ほうほうほう、結果なんか計算というか調べてみると、うん、やっぱりね、賃金でもこういい賃金、まあ、そう、メインステータスがね合致してるやつじゃないとね。結果今そのままつけてた、ただダーッと揃えたやつの方が強いくて、まあまあまあね、やっとね、そう最近なんですよ、やっと賃金つけた方が強いになった、まあね、メインステータスのやつ揃えとか、うん、とかね、サブオプションでいいの出るとかっていうのがなんか結構運ですからね。そう、ちょっと後で生物相談させて。ぜひぜひ。時間空くから。え、武器どうしてんの。武器は、弓蔵。弓蔵急蔵なのか弓蔵なのか結構諸説あるところですけどね。これも急蔵、確かにこっち強いよ。ヨイミアの時に平井の名言取ったんだけど、平井何しろまだ私リーウェイなんだよ。いや、マイペースでやってるからね、両平がストーリーに関してはね。リーウェイなんで、平井の名言育たない。素材が稲妻いかないとない説ありますからね。でねちょっとこれも相談したいんだけどさ。何ですか。いい、弓蔵、はい、弓蔵今これ持って使ってんのよね。はい、急蔵、はい、これあと4本あんのよ。あ、もうじゃああげた方がいいよ。青年つけた方がいいの。絶対いいよ。青年ランク5にした方がいいと思いますよ。余ってんだったら、うん、これやっていいの。アンロック解除して、そうすると多分通常攻撃が青年ランク2にするだけでもう通常攻撃が50上がって、で3にすると60なのかな。え、待って、通常攻撃のダメージ 40% プラス、現在が40で、もう1個ランク上げるとそれがどんどん上がっていくのよ。ああ、そういうことか。そうそう、それだからもう1個上げると50になって、で青年ランク3にするとさらに多分、おお、すげえ、やろうやろう、どんどん上がっていくから。だから被ってんだったら青年なんか上げた方がいいのが通常ですね。まあ2本あった方がいい場合、いい武器とかもたまにあるから、そこはちょっとね、相談というか考え方次第であれですけど。あ、そう、平井の名言はそう、宵宮に持たせたいから、うんうん、合体できないなと思って、青年、うん、できないなと思ってんだけどさ、うんうん、まあ、だから被ってるやつはどんどん青年なんか上げちゃった方がいい時の方が多いですね、体感だと。ほら、すごい、これでもうこの武器結構青年星4にしてはかなり強い武器ですからね。やっぱそう、この武器は似てんだよね、デザインもいいよね。かなり強いです、この武器は。
来た。懸念ランク5で80上がるのか、通常ダメージランク5でマックスだ。これは強い。おお、そういうね、いろんなあの武器の組み合わせも果てしないですし ね、この生物と武器の組み合わせでいろんな遊び方もできるんで、ぜひ良平くんもね、いろんな遊び方をこれからもやってみてください。先生教えてください。ぜひ、いいでしょう。しで、リスナーの皆さんからね、大量に今回メールたくさんいただいてるんですよ。読もう読もう。紹介させていただきます、旅人ネームモフヌさんからいただきました。ありがとう。パーソナリティの皆さん、木村さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。毎日お世話になっているタルタリアを担当している木村さんがラジオに出演されるということで初めて送らせていただきました。タルタリアといえば、旅人に多額な資金を出したり、メインストーリーでの俺が払うよというセリフがとても印象的だと思います。そんな鼻につく言い方して。そこで皆さんにお聞きしたいんですが、最近奮発したお買い物は何ですか？私は先日原神のイラスト集を買いました。約1年ぶりのタルタリア復刻もおめでとうございます。これからもタルタリアと一緒に冒険を続けていきたいと思います。ようやく俺最近金ないんだよ。俺が払うよ。あのさ、一発芸みたいにするのやめてもらっていいですか？いや、俺が払いを言えば多分ね、皆さんもすごいもう満足度 100% ですよ。なんでそんな好きなんそのセリフ。みんななんか知らんけど、みんなこのセリフ好きっていうのよ。なんか前に特番で、タルタリアの有名なセリフといえばみたいな、あのクイズ合わせみたいなやったのよ。答え合わせクイズみたいなの、はいはい、俺以外のほとんどの人がこれ俺が払うよって言いやがって。俺はあの幻想爆発の隙を見せるのはほんの一瞬だっていうセリフにしたんだけど、はい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 、それ俺だけでさ、みんな俺が払うよだったよ。一番聞いてるはずなのにね、そっちの方がね。本当だよね。まあ、でも俺が払うよも確かに印象的ですけれど、どうですか最近奮発したお買い物。なんすかね、奮発したお買い物。まあ、陽平くんだって結構さ、はい、おしゃれだし、なんか多趣味なイメージだし、まあ、確かに服とかは ね買っちゃうけれども、結構お買い物されるイメージですけど。いや、でも今目の前に原神があるせいでもうガチャしか浮かばないっていうね。まあ祈願は確かにね、やっちゃうよね。だってちょっと前に勝利でしょ、はい、その後かその前に関羽かなとか、なんだかんだ良い宮雷電将軍とかカズハとか結構引いてるんですよ。でもあなたなんかすごいいいんでしょ引きが。僕の方にも情報入ってきてますよ。はい、なんかいつも前野さんと比べてすごいですねってよく言われる。俺もよく言われます。良平さんと比べて沼ってますみたいな。よくいただくんですけど。俺だってそれこそあそこのガラスの向こうにいる音体のタルタリア俺が弾いたからね。覚えてる？俺もあちらの音体の最初の勝利は僕が弾いた気がしますよ。お、はい、あれこれ本人に弾かせるといい説。ただ俺全然その時に沼りましたけど、自分のは。申し訳ねえと思いながら。いいじゃないですか、やらせていただきます。お金が還元されてて。そうなんですけれどもね。まあでもまあそうですか。僕でも最近あれですね、あのゲーミングチェア買いました。新しくしました。お、ゲーミングチェアなんてピンキリですよね。え、結構あのいいやつ買いましたよ。最近あのずっと今まであの座椅子タイプのチェアで結構やってたのよ。え、床座りってこと？床座りのあの古きなんていうの、こたつスタイルみたいな感じの部屋のスタイルでやってたんですけど、はいはいはい、どうも最近ね、なんかちょっと腰が、いや絶対よくねえぞって思って、ちょっと普通のあの部屋の配置を変えて、ちゃんとあのデスクとかも買って、そういうあの作業できる感じの部屋にして、でゲーミングチェア新しくしたんですけど、いや快適になりましたね。さらに、いや、やっぱね、座ってる時間が長い人は座ってる環境良くすると。いや本当そう、それが大事だと思いましたね。だから原神もかなりプレイしやすくなりましたしね、そんなこんなで最近は僕ゲーミングチェアを買いました。素晴らしい、はい、もう一つぐらいいきましょうか。はい、旅人ネームリアルモラがないさんからいただきました。良平さん、モラがないそうです。俺が払うよ。任しといて。よかったね、リアルモラがないさん払ってくれるって良平くんが。何を、はい、パーソナリティの方々、そしてゲストの良平さん、こんにちは。こんにちは。テイワット放送局のゲストで良平さんが来てくださることを心待ちにしていたので、2回連続でゲストとして来てくださることを知り、とても嬉しかったです。とても緊張しながらお便りを書いています。あら、良平さんに質問です。はい、良平さんは時々インスタで自炊した写真を上げられていますが、はいはい、タルタリアに振る舞ってみたい料理、または再現したい原神の料理はありますか？ぜひ教えていただきたいです。以前作られていた鶏肉のスイートフラワー漬け焼き、とても美味しそうでした。最後にこれからも応援しています。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きを作ったんですか？鶏肉のスイートフラワー漬け焼き風だけどね。風を作られた。あのちょっとスイートフラワーが手に入らなかった。スイートフラワーってどこに咲いてた？テイワットにあちこち咲いてる。ほら、ああでもぽい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 でしょ。ぽいぽいぽい。多分ね、はちみつとか使ったんだっけな。いいないいないいな。でもなんかさ、これさ、今さ、今画面で出してるんだけどさ、なんかちょっとこのさ、
あ、いいんじゃない。そう、レモンとか、あとこの緑色の丸が分かんなくて、ね、そう、マスカットかなあれ、なんだろうみたいな感じで、マスカットっぽいね。そう、野菜を付け合わせてやったんだけどさ、あれなんだ、あの鳥の横のやつ、ピーマンみたいなやつ。そう、いろいろあるじゃん、ね、だから結局ね、これが一番お世話になってて。確かにね、これが一番食べる回数多いかも、ね、もうなんかあんまし勉強をちゃんとしてなかったせいなんだけど、うん、あんまりこう戦闘がうまくいってなくて回復をすごい使っちゃってた時期に、俺もう鶏肉とスイートフラワーがなくなったらこの世界で生きていけないと思って、死ぬほど集めてたことがあって。序盤鶏肉足りなくなるからね。そうそうそう、見て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 、何何今ね、うん、だからこれ、あ、材料どれぐらいあるかってどっかで見れないのかな。材料ある、確かに、あ、見れるよ、どっか、あの肉の素材のとこじゃなかったっけ。素材本当に見せたい。あ、肉、肉あるじゃん、肉、ほら本当だ、スイートフラワー1000あるから。あ、いいねいいねいいねもうね、これがないと生きていけないっつって。わかるわかる。だからこれをすごい思い入れがあるから作ったんだけど。いいね。前野くんさ、はい、ないの、なんか実際これあったら食べたいなみたいな。でも結構さ、原神の世界って料理もかなり豊富じゃない、うん、はいはいはい。だから迷うよね。この間ね、勝利さんにね、ご馳走になったんですよ。お、何を。なんか一連のその手伝いをしてくれてありがとう、はい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 、ご馳走するよって言って、あれも美味しそうでさ、ちゃんと食べたみたいな。わー、ほらなんか途中で関なんか行幸のうんうん、なんかお誘いが来ちゃってなあなあになっててさ。わかる。でも食べたのかなと思って。これでも迷うな俺。でもね、あの翔の祈願を引く前に杏仁豆腐を食べてから結構翔の祈願とか引いてて。杏仁豆腐、あの翔の好物とも言われているやつを食べてから、なんか祈願回せば来てくれんじゃねえかとか思いながら、そういう願掛けを結構してたから。なるほどね、願掛けか。そういうのは結構印象に残って食べたいなとは思いますけどね。でもこれね、美味しそうなのよ。うん、どれも美味しそうやね。でもね、いやちょっと待って、でもタルタリアって何が好きなんだっけ。タルタリアって何が好きなんだっけ。なんか好物確かあったよね。見られるはず。どこだタルタリア、どこにいるんだ。いた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 、あった。好きな食べ物。この世界は美味しい料理と心躍る戦闘に満ち溢れている。生きるって素晴らしい何なんだ嫌い。強敵、好きな食べ物、うん、強敵ってこと。あ、好き嫌いもないんだって、すごいね。はあ。これはなんて読むの。これ美味しそうな船長、船長賞、船長賞、船長賞。はあ。手間をかけるリーユエの名物料理、山と海の幸が詰まった一品だって。あ、でもそれもね、美味しそうですね。めちゃくちゃうまそう。え、良平くんの得意料理は何なんですか、ちなみに。得意料理がある人って料理苦手なイメージあるんだけど俺。そう、いや、じゃあ一番多く作ったのは何一番多く作ってるパスタじゃないですか。パスタ、あ、じゃあパスタでいいんじゃない。お、パスタね、タルタリア俺のパスタ食べてくれるかな。絶対食うと思うよ。だってすぐなんかエネルギーに変換できるイメージですしね。あ、確かに。じゃあ、ね、食材をタルタリアに取ってきてもろて。あ、いいんじゃない。で俺が作るわ。あ、ええんちゃうか。ね、あったかいやつ同席してくださいよ。あったかい、あ、ぜひぜひ食べたいです。楽しい。なんかさ、そのさ、この自分でパーティー組むからさ、うん、このキャラ同士ってこの旅してる時どんなこと喋ってんだろうねとか思うの。そうそう、それ気になるのよ。それだから結構さ、うん、だからなんかさ、その親密度みたいなのが上がっていくとさ、はいはい、キャラ同士の会話が発生するみたいなのが、うん、なんかあってもいいかなって最近よく思うのよ。ワード数増えちゃって大変それ。でも見たいじゃない。なんかそれもさ、見たい、ね、だからそういうのもちょっとね、なんか今後。あ、でも出てますよ。ドドリアンの海鮮スープ極みの一つり、一つり、なんていうんだ、極みの一つりかな、うん、ドドリアンはドリアンってことですかね、方向性的にはね。匂いすごそうですけどね。その辺。あ、そう、海鮮系はね、勝利がね嫌いなんですよ。なんかぬめぬめしてるやつダメだみたいなことを言ってるんですけど。だから勝利さんの時はじゃあお肉のパスタにしましょうね。かもね、それはありがたいですけどね、はい、だからそういうなんかね、そのパーティー同士の会話みたいなのもね、なんか今後実装されたら嬉しいななんていうふうにね思いますね。はい、ということで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあ、ここからはいつも通り原神をプレイしていきたいんですが、今回は現在開催中のイベント冒険者試練に良平くんと挑戦したいと思います。冒険者試練ね、なんかいろんなミニゲーム的なやつが詰まっているやつなんですけどもね、うん、やっていきましょうよ。なんか今ね、1を一緒にやったんだけど面白かったですね。面白かったね、うん、じゃあ2を一緒にやってみようか。オッケーオッケーオッケー。なんかちょっと分かってきたから。お、やろうぜやろうぜ。じゃあ招待送ります。やった。でまた違うんでしょ、1とは。全然違う、内容もちょっと違うのよ。お、来たぞ。何何、巨球襲来要注意、要注意。イエランの幻想スキルを利用し素早く移動し巨大な球体を回避しながら、コインを取るやつです。
あのなんか丸いのに触ると吹っ飛ばされてしまうやつ。この人初めてだからな。この人、まあ、めっちゃ幻想スキル長押しすると足速く走れるから。え、何それ欲しい。いつ復刻。むしろなんでだ、なんで持ってないんだ。えふつーって、おっ、来た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 。ちょっとお前引かれなんだこの桃。引かれた。俺が、待て待て、追っかけてくる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 。やべ、ちょっと、あークールタイムとかいいからそういうの。やべ、陽平くんコインがないよ。コイン、俺が払うよじゃあ。俺が払って勝てるなら払うよ。もう便利なセリフだなそれ。何でもそれでもうあれじゃんけ、通用するやんけ。あ、それそれそれ取るとね、画面真っ黒になるぞ。え、取っちゃダメってこと。前ふざけんなよ。危ない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 、画面が泥で汚れる。早く早く早く、クールタイムとかいいから。もう真っ黒になったから、もうちょっと、いや、ようやく大丈夫か。大丈夫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 。これ待って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 。よしよし、あ、向こうにもう一枚あるよ。あるよあるよ、取る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 。あ、消えた。任せろ任せろ。おい、よし、いやいや、来た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 、やべ、引かれて、やべやべ、引かれていく。ごめんね、イエラン、初めましてなのにこんな目に遭わせて。イエラン、よし、任した、じゃあ全部任した。え、この子とさ、俺さ、走るときさ、あのちっちゃい子使ってんのよ、あのくるくる回る。あ、左右ちゃんね。左右、あの子とこいつ入れてたらめっちゃ走れるね。走れるし、これスタミナ使わないからね、このスキル。いいよね。ね、さゆちゃんもそうだし。お、いいぞ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 。あと半分ぐらい。あ、これジャンプするやつだ。ジャンプ？あ、なるほどね。なんかあの高いやつ、高くジャンプできるやつ取って、高くジャンプして取るやつ。あー、そういうことか、これか。そう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 。ん？頑張れー。あ、サボってんじゃないの？いやいや、サボってないよ。俺お金なくてさ、陽平くん。俺が払うよ。ちょっと待って、本当にね、前野くんはね、お金好きすぎる。いやいや違う、陽平くんのその、いやいや、タルタリアのそのセリフがちょっと聞きたくてさ。前野くんお金好きすぎるもんね。金、お金みんな好きでしょ、だって。まあね、ねえ、ほら、お金持ちじゃん、タルタリアも陽平くんも。いや、そうなんですよ、払いたがりだから ね、 ね、うわぁ。 いつももう財布持たずに家出ちゃうから。ね、それ本当？いや、嘘に決まってない。駐車場代払えないよ。そう、確かに。オーケークリア。ゲイ、ま、え、欲しい。イエラ、なんでむしろ祈願あれだったの、聞かなかったのか。多分俺そんなやってない時だったんじゃないかな。 2.7 だっけ、あの時ね、確か、うん、さあ、君の好きなさゆちゃんです。さゆめっちゃ入れてる、走る時。これ長押しするとあれだ、氷スライムにタックルして長押しすると確か氷属性をまとえ得るっていうステージじゃなかったっけ。あ、こういうことか。あれ、だだだだ、あ、すごい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 、氷の上走ってる。俺走れんぞ。ちょ待て待て、任せろ任せろ。なんでだ、なんでだ。これは稼ぐよ。あ、俺稼ぐ。はい、うちの稼ぎ頭です。任せてください。これでぶつかることによって氷になってるってこと。これ分からんけど多分そうなのかな。え、これって普通のプレイでもこんなことできるの。これはできない気がする。できないか、普通のプレイだと。今そういうサービス中ってことね。そういうサービス中です。早く早く早く、陽平くんの左右頑張って、左右頑張って、陽平くんの左右ちゃんどこにいんだ。左右左右左右、ちょっと頑張って。これは手の紙見る。左右左右いって、よしよしよし。左右ちょっと今の段差苦手だった、ごめんね。苦手だった、ごめんね。悪かったよ。あ、通常プレイでもできんだ。これができんだ、すげえ。え、ちょっと待って、なんで段差降りれなくなったんだけど、うちの左右。通常プレイでもそうかって、こういうことできんのか知らなかったな、それ。え、うちの左右、段差降りれなくなったんだけど。あ、いた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 、よかったよかったよかった。頑張れー。はいはいよ。左右はもう熟知どっかにして、回復置いてたからね。かわいい。向こうだ向こうだ向こうだ。ウッフー、お金ー。すごいな。おいぞいぞぞ。左右がお金大好きになったみたいでちょっとやだな。こ、あ、消えちゃうぞコイン。やだー、取るー。よしよしよし。ナイス。あと100、いや、200何枚だ。200ちょい。半分ぐらい。やべやべ。うちの左右ね、降りたがらないときがあるんだけど、これどうやって降りんのこれ。こうなっちゃったら降りれないの。ちょっと難しいなこれ。なんだろうな。あ、開けない。オッケーオッケー。オッケーオッケー。あ、いた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 。よし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 。ちょ、陽平くんのさゆちゃんはどこにいるか。ここでーす。いた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 。お金大好きさゆでーす。頑張れ頑張れ。よろしくお願いします。頑張れ。頑張れじゃねえんだよ。お金大好き前の君集めない。いやいやいや、お金は大好きだけど。やばい、消えちゃうよほら。でも陽平くん払ってくれるんでしょ。俺が払うよ。
一生分言ってるわ俺も。多分来週も言わされると思う。誰に言わされるのか確定なんだけど、それホリエルはそんなことしない。来週も多分ね。はまらない。左右は可愛いね。確かにね、可愛いよ ね、この格好で両手剣っていうのがまたね、なんかテンション感もいい。わかる。キョ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 、あとちょっと、あとちょっと、あと40、30、そのそっち取ったらいけるよ。そっち取ったらいけるよ。頑張れ、とととと頑張れ頑張れ、前の左右頑張れ。あと7枚だよ。あと7枚はないな。ここに2枚あるんだけど、あと5枚、あと15枚。あ、もうこれであれやん、行くよ。あ、出陣ダメだ。あ、氷まとってないからいけないのかな、よっと。さあ、あと5枚、陽平くんの左右で。これ凍るのと凍らないの基準が、もうちょっと練習したい。これ悔しい。さあラストです。あ、出た、ナヒーダ。ナヒーダ国政、短時間の間に難しい。俺がナヒーダか。スキル使ってればいいの。そうだね、スキルと爆発を国政で回してくれると。ナヒーダで俺が草をつけるから。えい、これ国政は使ってる。使ってない、持ってない。じゃあ練習だと思って。うら、ん、あれ、星もいた。これなんだ。手をつなぎましょう。救急車と。これ何、敵に当てんの。そう、雷を当ててくれれば多分。えい、で、もう一回ゲソスキルス。おお、は転移した。そう、ワープできんだよ。はかっこよ。え、なに、もう一回もう一回。やべ、新鮮な反応だ、面白い。すげえ。え、ちょっと遠く行きたい。国勢でも強いのよ。こうで、こう。そう、ユーフェン。あー、これぐらいの距離が限界。限界、その距離を測りたい。限界距離を測りたい。そう、元素爆発もね、かなり手数多いから。いいね。で、こう。そうそうそう。あ、いいよ。ちょ、もう一回元素爆発、もう一回使いたいな。ちょ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 、あれ切れちゃった。何？あ、そう、こう合わせなきゃいけないのか。これが。そうかそうか。何？こうして。おお、いいじゃん。で、ね、かっこいい。え、国勢かっこいいんだけど、これいつ弾けんの俺。いや、いつでも弾けるよ。工場機、工場機関弾けば。あ、そうなの？常にあるやつ？そうそう、常に。全部丸見えね。もうこれだってさ、なんなら近くにいる敵だったら連打してればガンガン使ってくれるわけでしょ。お、やばい、楽しい。これで、はい、いいよ。いいでしょ。それこそが知恵の伝道。さあ、はい、よろしく。おい、ナイス。おー、気持ちいい。結構かかっちゃってくれ。え、国勢、国勢面白いよね。国勢欲しい。国勢強いよマジで。ね、あの国勢欲しいんですけど。いやいや、それはあなた、あなたはまああの工場祈願で多分それはすぐ出会います。あ、そうか、引けばいいのか。そうそう、そういうことです。はい、ということで今回は現在開催中のイベント冒険者試練に挑戦してみました。原神公式ラジオテイワット放送局。ここで原神からのお知らせです。現在イベント冒険者試練を開催中です。イベント期間中、キャラクターのスキルを使ってクリアする様々な試練挑戦に挑戦することができます。イベント参加で原石、テンプ育成素材、武器突破素材、モラ、大英雄の経験、仕上げ用魔鋼などの報酬を獲得できます。イベント冒険者試練は11月21日月曜日4時59分まで開催です。またイベントワンダフルキノコンピックも開催中です。イベント期間中、知恵キノコンの捕獲、潜在能力開発、強化特訓の3つのコンテンツが開放し、特殊アイテム英知宝珠を使用することでキノコンを捕獲育成戦闘させることができます。イベント参加や条件を満たすことで雷元素星4キャラクタードリーを招待できたり、知恵の冠原石、キャラクター育成素材、テンプ育成素材などの様々な報酬を獲得できます。イベントワンダフルキノコンピックは11月28日月曜日4時59分まで開催。またイベント商店は12月5日月曜日4時59分まで開放となります。さらに明日11月16日水曜日よりイベント旅の写真にひらめきを緑陽編も開催予定です。イベント期間中、絵師朝霧を手伝い、指定場所の写真を撮影することで原石、モラ、大英雄の経験などの報酬を獲得できます。イベント旅の写真にひらめきを緑陽編は11月16日水曜日11時から12月5日月曜日4時59分まで開催です。続いてイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願英知を恵む月見草とイベント祈願に天の川に咲きし大輪、
を開催中です。期間中英知を巡む月見草では草元素新星5キャラクターナヒーダが、天の川に咲き死体林では炎元素星5キャラクターヨイミヤが登場し出現確率がアップします。また英知を巡む月見草と天の川に咲き死体林の両祈願では雷元素星4キャラクターレーザー、岩元素星4キャラクターノエル、炎元素星4キャラクターベネットがピックアップされ出現確率がアップします。さらにイベント祈願武器新中府警も開催中です。期間中新星5放棄、千夜に浮かぶ夢や星5弓平井の名言などの出現確率がアップします。イベント祈願英知を巡む月見草天の川に咲き死体林新中府警は11月18日金曜日18時59分まで開催です。以上原神からのお知らせでした。原神公式ラジオテイワット放送局、推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターが登場します。リスナーの皆さんからその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのか送っていただき、そちらを紹介するコーナーでございます。今日はタルタリア宛てのメールがたくさん届いてるっていうことで、やったー、いいですか、嬉しい、俺が読むよ頼むよ、俺が読むよ、親顔で言ってくるな見せたいなこの顔、俺が読むよ。はい、タビートネームタルタルソースも好きさんからいただきました。俺も好きだよ俺も好きだよ、うん、こんにちは、こんにちは、いつもテイバット放送局を聞いて楽しませていただいています。ありがとうございます。今回タルタリア役の木村良平さんがゲストということで、いえいえい、初めて投稿しました。嬉しい。なぜなら私が原神を始めるきっかけになったのはタルタリアだからです。SNS で偶然タルタリアのイラストを見つけて、なんだこのイケメンと思いました。ちょうどその時タルタリアの復刻ピックアップ中で、私は気づけば原神をインストールしていました。なのでタルタリアは私にとって初めての星5キャラであり、一番に強くして一番愛着のあるキャラクターなんです。それから魔人任務を進めて、はい、一気に恋しました。かっこいい、何このイケメン、モラいっぱい持ってるし、強くて顔が良くて最強スパダリじゃないですか、大好きです。戦闘強なところだ好きです。パディモードの時も好きです。そして伝説任務で見せたお兄ちゃんなところ、そして少年みたいな顔も見せるところ、全部好きです、という熱いご意見も。やっぱりね、はい、お金大事ですね。いや、お金も大事ですけどお金も大事ですけど、やっぱお金以外のところでもさ、やっぱ魅力的なキャラクターなわけよ、うん、タルタリアっていうキャラクターは。確かに罪な男だぜ。いや、なんか原神遊ぶきっかけになったってのは嬉しいですね。それは嬉しいよね、うん、さあ、そして続いてタビートネーム、タルタリアはどの弓も似合うよねさんからいただきました。 ありがとうございます。俺もそう思うよ、はい、なんだ私の推しキャラはタルタリア、かか私の推しキャラはタルタリアです。タルタリアを公式の PV で見て原神を始めました。タルタリアと会えていなかったら原神を始めていませんでした。今は貫突しております。うわすごい。弓の武器が出るたびに、これはタルタリアに合うだろうかと武器祈願を引いてしまいます。講師の顔も好きなのですが、テウセルに見せるお兄ちゃんとしての顔が好きで、うんうん、伝説任務のテウセルが秒数を数えている間に遺跡守衛を倒すシーンはかっこよすぎて心臓が止まりました、うんうん、タルタリアが好きすぎて、彼の誕生日にはタルタリア4人でマルチで純粋精霊を倒しに行きましたよく倒したな、無事に倒せましたこれからも大好きですということで、すごいですね。いや素晴らしいですね。やっぱこうあれだね、それも今このコーナーのさ説明でも言ってたけどさ、本当にキャラが魅力だからさ、うん、魅力的だから、このなんか何気なく見かけた時にさ、このキャラプレイしてみたいなと思って始められるっていうのがいいね。いいよ ね、そのフックになるのもね、やっぱでも陽平くんのお芝居もやっぱそう相まってなわけじゃないですか、ね、あなたがそのタルタリアの魅力をね十分に引き出されてるからっていうところもありますし、嬉しいですね、この伝説任務はね、とにかくやっぱめちゃくちゃ評判が良くてですね、はい、これは僕も大好きなエピソードで、うん、今回なんと、はい、皆さんと一緒にこの過去紹介したことあるんですけれども、特にやっぱ皆さんの中でも反響が大きかったタルタリアの伝説任務より、あのシーンを陽平くんと一緒に見ていきたいと思います。ネタバレやめてください。いや、もうだいぶ前にネタバレされてるんで、もう解放します。俺まだそこやってないんでネタバレやめてくださいよとおっしゃってますけれども、でもあなたは撮ってるんで、あ、そっか、あの見てるはずです。一回知ってんの、はい、じゃあ見ていきましょう。うわあ、あ、もうダメだよ、あんないっぱい出てきたらさすがのタルでも。3、2、あ、やばい、1、もういいかい。あと10秒欲しいな、テウゼル、まだ隠れきっていないんだ。どうすんの、うん、仕方ないな、お兄ちゃん、わかった。
かわいい。いや、おめえの弟だ。うわー、強っ。うわー、あーやばー、魔眼解放だ。禁じられた力を使っている。おどこに隠れたんだよマジで。いや、いやこんなの惚れるだろう。こんな風になったんだね。いや今更収録の時はこの映像見てないから。そうかそうか、もうでも何年も前にもうこれはあれですよ。いや相当前、ね、撮ったのも前だけど。そうかそうか、そうか、実装自体もね、実装されたのも前ですけど。いやかっこいい。いやこんなん見たらみんな惚れるって。ねえあれ使いたい。何が魔眼解放状態。それは俺も結構何度も言ってるんですけれど、あれ撮ったのも相当昔だよね。あれはでもタルタリアの体的にも結構な負担がかかってるんじゃないか説が あるんですよ。魔眼ってちょっとあんま良くない力と言われてる力ですからね。いけるよタルタリア。いけそうな気もしますね。いけたらあなた水元素と雷元素も使えるっていう最強なキャラになるんで、うん、しようと申しておりますけれど、うん、御体いかがですか。顔隠しちゃった。ちょっと難しい。まだ分からないですけどね、うんうん、でもやっぱここぞという時にね、その真の力を解放して弟のためにやっぱりね。なんか結構そのなんていうの、自分がゲームプレイしてる時に、うんうん、なんかそれが大事みたいなのすごい好きで、うんうん、だからタルタリアを感じた時に家族が大事だからそこを軸に動いてるみたいなのがすごい、うんうんうん、なんていうのかな、安心する。わかるわかる。で普段プレイしてるとパイモンがやっぱずっといてくれるじゃん。そうだね。だからなんかあるとパイモンが喋ってくれるだろうなとか、相談相手とかいてくれるとすごい安心するから、パイモンめっちゃ好きなんだけど、うんうん、なんかそういう軸のあるのっていいよね。ブレない軸がねやっぱちょっとあるとね。そうこっちとしてもキャラクターもね、なんか演じやすいというかね、作っていきやすいところもあるしね、うん、そう、うん、まあ、ロールプレイのいいとこだなと、ね、そういうところだからこの伝説任務っていうのはね、タルタリアのその芯っていう部分をね体現してるシーンでもあったんで、いやもうそこで止めて、もうこれ壁紙にしよう。かっこいい。お気に入りですか。あの毎週戦えるんでね、ぜひあの戦って自分を行くわ。ここまでちょっとネタバレされちゃったから、ご自身のね黄金矢をちゃんとやってみてください。はい、はい、そんなところでこんな感じで皆さんが好きなキャラクターについて紹介していきますので、引き続き皆さんの推しを教えてください。以上推しキャラプレゼンのコーナーでした。お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトの時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントをやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいというご要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。さらにメールを読まれた全ての方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿お待ちしています。そしてこの番組は毎週火曜日配信の番組です。良平くんには次回もゲストでお越しいただきます。イエイエイ、ね、ということで51回目の放送だったんですけれども、初めて良平くんをゲストでお招きしてお送りした回だったんですが、いかがでしたか良平さん。いやー嬉しかった。なんかようやく出れたし、ね、前の子はいつも原神の相談してる相手だし、ありがたい。でほら勝利タルタリアのコンビも ね楽しいもんね。やっぱり自分もパーティー入れてるからさ、勝利さ、うん、嬉しい、うん、ね。やっぱこの良平くんからそのやっぱタルタリアのね演じた時の感想とか、タルタリアのバックボーンについてとか、いろんなお話聞けたのもすごい貴重だったんで、意外とねなんか配信しててもそこまで喋らないからさ、あんまりそう実はそんなに話せる機会ってなかったじゃないですか。ないから、そう嬉しい ね聞いてもらえて。だから次回もねあのお越しいただけるということで、うん、おそらくきっと次回もね私いるのかも分かりませんし、もう一人ぐらい増えそうなね感じもしているんで、うん、次回もまあいろんなお話をね良平くん交えながらしていこうと思いますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。お願いいたします。ということで今回はこのあたりでお別れでございます。ここまでのお相手は原神で勝利の声担当しています前野智明と、そしてゲストのタルタリア役の木村良平でした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。